スタイルクイーン、私はホークーンモス。ふさわしい席が用意されなかったようだな。ファッション界の女王として君に無礼な態度を取ったセンスのない奴らに復讐してやるといい。女王は誰なのか思い知らせてあげる。まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。どこから聞こえてくるの？呪文字。それは封印されたはずの呪われたゲーム。プレイヤーは4人だ。僕たちはゲームを始めたんだ。だからそれを終わらせなきゃいけない。武田景色襲い来る。どうしたの？動物の暴走だ。一度始めたら最後、ゲームの世界と現実が混ざり合い、悪夢が始まる。大丈夫？真ん中にいて絶対にあれに触るな。呪縛が解き放たれた時、プレイヤーが隠れる場所はどこにもない。サイコロを振れ。動くな。ゲームの大暴走を終わらせろ。ジュマンジ、4月17日日曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。あなたがパリでやってるコメディーショーっていつまで？ちょうど今夜が最終日だよ。一緒にショーを楽しむ2人だったが、みんなの顔から笑顔を残らず消し去ってみせるよ。なんと、やったわね、サイコメディアン。レディバグが大暴走。感情を操られたんだよ。僕は何もしてない。私に指図しないで。ミラキュラスレディバグ&シャノワール、新エピソード、22日金曜日夕方5時30分。 Hey It's Miracle Time で。嘘でしょ、戻ってきた。物語は驚きの新展開へ。人間の世界に帰ってきたアンたち、残された親友の運命は、そして恐ろしい計画が動き出す。お友達にはもうじきいなくなっても。明日は目が離せない。戻る方法必ず見つけよう。不思議の国アンフィビア、木曜日夕方5時から2話連続、2話目は新エピソード。ディズニーチャンネル Hey It's Miracle Time で。おーい。なでしことリン、二人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや。やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんだ。さあ一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2、火曜日夜9時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。